キンブル軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4607人で、あり、2000年の4468人から3.1%増加した。軍庁所在地は、ジャンクション市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。キンブル群は1858年に設立され、群名は、 アラモの戦いで戦死したジョージ・シー・キンブルにちなんで名付けられた。キンブル軍図書館、アメリカ合衆国会議員、O.C. フィッシャーの博物品を収めるキンブル軍庁舎、前の退役兵記念碑バート・ M ・フレミングを記念する、オベリスク、第一次世界大戦の英雄行為を検証している。キンブル軍庁舎前芝生に立っている。 キンブル群博物館の表示キンブル群となった地域にヨーロッパ人が入ってくる以前、コマンチ族、カイオワ族、カイオワア,アパッチ族、リパンアパッチ族などのインディアン部族が住んでいた。最初に入ってきたヨーロッパ人は18世紀半ばに地域のインディアンに対して何度か遠征隊を率いたスペイン人だった。1808年、フランシスコア・マンガル大尉がサンアントニオから サンタフェまでの遠征隊を率い道を地図化するときに、この地域を通過した。この地域は1842年のテキサス共和国の文書で初めて言及されており、軍内の土地約41万6千エーカーがフィッシャーミラー土地特許の中に含まれていた。この土地特許の範囲は、リャノ川からコロラド川まで伸びていた。初期の開拓者は1850年代に、 入ってくるようになった。初期開拓者の一人が、ローリー・ジェントリーであり、1857年頃に、ベアクリーク沿いに入植した。ジェントリー家は、ローリーとその妻、及び数人の成人した息子たちで構成されていた。他の初期開拓者としては、ウィリアムソン軍から移動してきて、サウスリアノ川の岸沿いを選んだ、ジェームズ・ブラッドベリー・シニアがいた。その他にも、 ビッグセリーン側とリトルセリーン側の流域に入った者も,もいた。ジェントリーの息子たちのうち一人がインディアンに殺され一人が南北戦争の間に戦死した。ブラッドベリーもブラッドベリーヒルの戦いと呼ばれる戦闘でインディアンに殺された。1858年1月22日、テキサス州議会がベア軍の一部からキンブル軍を創設した。 軍名は、アラモの戦いで戦死したジョージ C ・キンブル中尉に、ちなんで名付けられた。1858年から1875年まで、管理目的で、キンブル軍は、ジルスピー軍に付設されていた。一方、南北戦争後にリャノ川のジョンソン支流沿い、コッペラスクリーク沿い、ジェームズ川の流域に、いくつかの開拓地が出現した。1870年代を通じて、 人口の少ないキンブル群開拓地は、コマンチ族や、リパン族、キカプー族など、メキシコを本拠地にするインディアンに襲撃されることがあった。しかし1878年には、襲撃がやんだ。また軍内は無法者にとって、人気のある逃げ場となり、丘陵性の地形や、深い杉の森が隠れ場所に使われた。1875年9月6日。 キンブル軍は、ジルスピー軍から分離し、メナード軍に付設された。キンブル軍は、その創設から18年近く後の1876年に1月3日に、公式に組織化された。ウィリアム・ポッターが、初代軍判事になった。同年春、キンブルビルとデンマンの町が設立された。デンマンはすぐにジャンクションシティに改名された。キンブルビルが、初代軍庁所在地に指定された。 しかし、最初の軍政委員会の時に、軍庁所在地が、ジャンクションシティに移動された。キンブルビルは洪水に襲われる、危険性の高い場所にあったので、間もなく町そのものが消失した。19世紀後半に設立されたその他の町としては、ロンドン、ノックスビル、ルーズベルト、セゴビア、テレグラフ、ビエホがあった。1870年に、 キンブル軍の人口は72人だったが1880年に1343人に増えた。1878年、軍庁舎がジャンクションシティに建設された。この建物は1884年の火事で、軍の記録ともども消失した。二代目の軍庁は二階建て石造りだったが1888年の火事で一部損傷を受けた。 これを修復して使い続け、1929年に、現在の軍庁舎が建てられるまで使われていた。1890年の国勢調査では、人口2243人、農園と牧場は279だった。牛と羊の飼育が、軍経済を支配するようになった。1894年、軍庁所在地のジャンクションシティが、単に、 ジャンクションと呼ばれるようになった。20世紀初期も、キンブル軍は、成長を続けた。1900年の人口は2503人だった。20世紀に入って、以前にはなかった快適さが多く備わるようになった。1904年、フォーマイルダムが完工した。1905年に、最初の電話が引かれ、1年後には、最初の銀行ができた。 1917年には、伝統が灯され、その後間もなく、ガソリンスタンドができた。1919年、砂利道と舗装道路を建設するための資金について、軍全体の住民投票で承認された。テキサス州道27号線は1922年まで、舗装されていなかった。この道路は、ジャンクション市を通っており、南東のカービルと西のソノラをつないだ。 修道4号線と29号線も使えるようになった。修道29号線は1930年までにロンドンとテレグラフの街に通じた。1940年代にはキンブル軍の道路がすべて舗装された。古い4号線と27号線がアメリカ国道83号線となり、修道27号線はアメリカ国道290号線に、 修道29号線はアメリカ国道377号線になった。1927年、ジャンクションの街が公式に法人化された。1920年代後半、ケイトとモヘアの生産では、州内最大級の軍になった。様々な農産物が軍の経済を支え続けた。世界恐慌の時代には、軍内の失業率が増加したが、 1930年代も人口は増え続け、1940年には5064人になった。1945年4月には電園部に電気が引かれた。1940年代半ば少量の石油生産が始まり、砂、砂利、ガスも少量ながら生産されて、軍の経済が多様化した。1940年を頂点として、戦後は 人口が減り始めた。1950年から1970年の間では715人、すなわち15%が減少した。1980年には、いくらか回復しそれが2000年まで続いた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1251平方マイルで、あり、このうち陸地1250平方マイル。 水域は1平方マイルで、水域率は0.02%である。キンブル郡境の標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キンブル郡の大半は、ジャンクション独立教育学区が公共教育を管轄しており、ジャンクション市とロンドン、ルーズベルト、テレグラフの町が含まれている。南東部はジルスピーに本部がある。 ハーパー独立教育学区が管轄している。メイソン独立教育学区にもほんの小部分が含まれている。ありがとうございます。